県教育委員会などは、県内の小学校で働いていた女性講師が教員免許の有効期限が切れたまま勤務していたと発表しました。任用する側の教育事務所が期限を伝えていなかったことが原因です。この女性講師は、名取市、岩沼市など13市町村を含む仙台教育事務所管内の小学校で、 今年4月から講師として勤務していましたしかし講師として勤務できる教員臨時免許状の期限は7月18日でその後今月9日までの間免許が失効したまま勤務していたということです原因は仙台教育事務所が有効期限を学校に伝えていなかったためで女性講師も期限に気づかなかったということです 女性講師は失職となり、今月10日からは別の教員が授業を担当しているということです。この小学校では明日保護者説明会を開き、状況を説明することにしています。